はい、どうも、ラギです。スプラトゥーン2大型アップデ、ボリューム 3.0 が、明日の25日にね、配信されるみたいなんですけども、今日はちょっと急なんですけど、一緒に、どんなアップデの内容なのか、面白かったのをピックアップして、見ていきたいと思います。腕前 X が、明日、出るみたいです。腕前 X。しかも、なんか、腕前 X の人が、ロビー画面で L と R を同時押し、スティックを押し込むと、ある特定のポーズ、X って、やるらしい。はい、次。次行きます。もうどんどん行きます。あ、ギアがね、増えた。あと。はい。で、あと、あおりちゃんもね、出るみたいですね。ヒーローモードでね。まあ、多分クリアしないと出ないんだけど。まあ、ちょっと回線落ちとかは、いいや。武器の強化が来ました。96ガロンのブレがなくなったり。ノバとかがなんか足元濡れるようになったみたい。若干ね、ほんと調整。大型アップデの割には、武器の調整はそんな変わらない気がする。まあ、塗り系だね。足元濡れたり、インク系。ただダイナモがちょっとね、強化されすぎかなって思う。まあ、もともと濡れなかったから、しょうがないけど。でもこれ強くなってるでしょ。うん。まあ、ほぼね、チャージャーの足元を濡れるようになったりするようなアップデーだね。あとなんかキャンピングシェルターが強くなって。シールドさすがに弱すぎて強化されたわ。ないのと一緒だもんな、シールドあっても。なんかシールドとか言うくせに出す前に、ね、自分やられちゃうからね。まあ、大体のね、サブもね、一応修正されてて、一番嬉しいのはこのトラップかな。これダイナモが強化された。ダイナモローラー、テスラじゃなくても、普通のダイナモの方でも、ダイナモが強化された、このトラップが強化されたことによって、ダイナモが強くなった。トラップって置くと、必ずこういう硬直状態になるんですよ。こうやって。こうやって。一回止まらなきゃいけないんですけど、一回止まっちゃうんですよね。なんかおっぱいみたいになっちゃった。なんか一回止まるんですけど、これが次のアップデによって、止まらなくなるみたいです。だからボムみたいな感じ。ボムみたいな感じで、途中でこうやってキャンセルができる。で、なぜかカーリングボムピッチャーが強化される。カーリングボムピッチャーの武器も銀モデラーしかないから、もう実質銀モデラーの強化だよね、これ。銀モデ強くなったぞ。ハイプレが、リスポーン時点での、プレッシャー禁止になったから、これで、多分ハイプレにストレスを溜まる人がいなくなると思うんだけど、なんかダメージの量も変わった。まあ、あとギアか。まあ、ギアちょっとね、面白かったのはね、スタートダッシュ。これスタートダッシュって30秒で切れちゃうんですけど、これがね、効果時間中に相手を倒したら、今ここ見えないんだけど、7.5 秒ずつだから、一人倒せば 7.5 秒増えるし、だからなんかずっと倒し続ければ、スタートダッシュ。もう永遠と試合が終わるまで発動できるっていう。まあ、倒しまくらなきゃいけないけどね、味方か自分か。これ面白いなと思った。ということで、アップデート情報でした。まあ、ちなみに、4月25日の同時期に、モンガラキャンプ場が新ステージとして追加されるみたいなので、まあ、そちらも楽しめればいいなと思います。スプラトゥーンの時かなんか外見、そんな変わってないらしくて、まあ、ちょっとなんかインクレールだとか、スポンジだとか、余計なもん付け加えたみたいなんですけども、ニンテンドーが。まあ、楽しみですね。はい。この動画、あれなんですよ。なんか尺的に動画ちょっと短くなっちゃうから、なんか時間合わせのためにちょっと前撮った動画付け加えたんですけど、これどうすればいいかな。まあ、とりあえずはなんかヤグラでスパッタリー持ってるんですけど、なんか持ち間違えたんですよ、武器。ブラスター持とうとしたら、スパッタリー持ってたから、なんかもう遊んでる。遊んでるわけじゃないんですけど、なもう一種の鬼ごっこですね、これ。読み合い。壁を使っての読み合い。はい。ブラスター強いですよね。やっぱ、ヤグラは。ヤグラ自分ブラスターか洗濯機使ってるんですけど、
やっぱハイパープレッサー強いですよね。あ、今スパッタリーの強いとこ出たな。連射能力あるからな。射程短いけど、意外と射程短いけど意外と濡れるんですよね。今なんかジェットパックとシャーザーなんか相打ちしてた。めっちゃ至近距離で裏取りたかったなぁ。裏から行ったらよかった気がする。でもまあ腹筋にやられそうだけど。あとこうやって弾を置かれるとどうしようもないから、スパッタリーちょっと動きづらかったなぁ。まあここら辺散歩してますね自分。何もしてないや。で後ろ敵いるんで、ちょっと潜伏して、まあ来たら倒すみたいな。で、チャージャーも相打ち。まあこれダメな相打ちだな。なんでチャージャー後ろにいたんだろう。なんで後ろにいたんだろう。すごいとこいたな。あ、あとなんか、ガチマッチのルールとステージが、組み合わせが出るみたいなんで、そのテンプレみたいになってて、まあちょっと画像載せます。ガチエリアと、ガチヤグラ、ガチ歩行、ガチアサリ、なんか全部ステージでもう、この中から2ステージ選ばれるみたいなんで。まあ、プラメとかでこの練習してれば、腕前も上がると思うんだけど。これ毎月変わるらしいから、まあ自分の好きなステージなくても、今後出るみたいなんで、まあ気軽に待ちましょう。で、ちょっとやられちゃったんですけど、さっき。まあ、ここはなんかしっかりスライドして倒していく。意外とね、敵と対面したら、スライドも即して詰めちゃっていいと思います、パッタリ。結構ね、あ、そう、こんな感じで。結構相手びっくりするんで、急にスライド来たら。うん。と意外となんかスパッタリー見つけたら下がる敵多いから、うまくね、逆に自分から詰めちゃって。まあ、近ければ近いほど、相手より勝てる有利なので、ほんと連射能力異常じゃないから早いんです、パッタリー。これ潜伏決め込むだろうな。ヤグラしか見てない敵なんでなんか楽勝だ。で、まああとヤグラ押し込むだけなんで。まあ多分前線で適当に、わーってやってれば。あ、インクちょうどなくなってやられた。まあこれ物理的に勝ちでしょ。人数的にね。勝利。まあすぐ近くアップで来るみたいなんで。はい。楽しみましょう。はい。じゃあ以上で。アップデート情報とおまけスパッタリーでした。ご視聴ありがとうございました。